第3海兵衛征星軍は、アメリカ海兵隊の海兵衛征星軍の一つ。司令部は、沖縄県うるま市キャンプコートに。現在の司令官は、H. ステーシー・クラーィ3世中将。アメリカ国外に司令部を置く、唯一の海兵衛征星軍であり、インド太平洋軍令下の太平洋海兵隊に、所属している。海兵隊の部隊の中で唯一海外に、前方展開しているのは、 アジアから中東に至る地域で紛争が発生した場合に、紛争地域に迅速に展開できるようにするためである。佐世保基地に駐留する第7艦隊用陸艦部隊と沖縄に展開するこの遠征軍が一体となって行動することで、緊急展開部隊として最も重要な迅速性を保持しているとも言われる。なお、第3海兵遠征軍の司令官は、 太平洋海兵隊基地部隊の文献隊である在日米海兵隊基地部隊司令官、また沖縄に駐留する全アメリカ軍の代表者である在中米四軍調整官を兼ねる。最も前進に当たる部隊は1942年10月に第1海兵水陸両用部隊と第2海兵水陸両用部隊の一部の部隊を根幹として組織され百四十四年三月に 第3海兵水陸両用部隊として再編成された部隊である。同部隊はサイパンの戦い、硫黄島の戦いなどの激戦に投入された。沖縄戦には参加していない。ちなみに、硫黄島に投入されたのは第3、4、5海兵士団。沖縄は第1、2、6海兵士団である。戦後、同部隊は、 予備役に編入されたが、1965年に、ベトナム戦争のために現役に服され、第三海兵水陸両用軍団として、戦争に参加した。ベトナム戦争後は、沖縄に配備され、1988年に、現在の第三海兵遠征軍に解消された。ストラクチャーサードマリーンエクスペリショナリーフォース、指揮下兵力は、他の遠征軍より少ない。また、 主力である第三海兵士団はローテーション部隊が大半であるため沖縄上中の部隊は非常に少ない。ちなみに日本国内にいるアメリカ海兵隊の部隊のほとんどは第三海兵遠征軍の指揮下の部隊である。ありがとうございます。